この方、家を2年前に建てられて、で、擁壁、4メーター近い高さの擁壁の横に住まれて、あ、のお宅に住まれてて、ほんで、隣の方からこの、1月かな、に、2年前に、3年前から、まあ、家建て替えられた時に、地盤、杭を打って、建物の重量は全部そっちに行ってるんで、だからもう擁壁としてはすごい楽な状態になってるから、はい、もう心配せんでいいですよということを言ってきたんですけど、まあ、そこの、60を超えたようなお母さんが非常に心配してはって、もう引っ越そうかと考えて考えたけど、引っ越すにしてもこの家売れへんし、ほんなら虫の種か何かなとかほんまにそこまで考えたようだって、うん、ほんでもう大丈夫ですよって言って、はい、もうあのうちでしっかり直させてもらいますって言ったらすごく安心してくださって、はい、だからこの仕事やっててよかったなって、はい、思った瞬間でした。仕事さ分からへんもんね。そうなんですよ、もう悪い方悪い方にどん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 考えたりするやつがあって、うん、ほんまにもうしっかりあの綺麗なコンクリートで、うん、あのしっかり当初としたらもし50年前の擁壁ですけど、うん、綺麗に打たれる擁壁やなと思いました。余計にね、うん、大丈夫ですよ。 RC 擁壁ね、RC の、うん、もうまっすぐの鉄筋も使った、直の、直の、直の、うん、はい、まあ、そんなことがありましたんで、何か不安なことがあったら、お気軽にお声掛けください。いつでも見に行きます。